国別式とは早々において、葬儀の後、あるいは葬儀の代わりに行われる式で、個人に別れを告げ、参列者に挨拶をする式。主に、東日本の風習である。誤解されることが多いが、葬儀の一部ではない。1901年、中江町民の葬儀の際に行われたのが最初とされる。これは中江が、死んだらすぐに、仮葬場に送って、 ダビにしろという遺言したために葬式が行われなかったためで彼の死を悼んだ人たちによって青山総会場にて宗教儀礼による葬儀の代わりとして無宗教僧として行われた大正時代に告別式は普及したが宗教性を排除した告別式と中ばして仏式告別式、神式告別式といった葬式の証拠の部分を外部化した 国別式が行われるようになった。また、関東大震災以後、都市部の改装者のさほど多くない一般家庭を中心に、寺院や葬儀所までの創立を廃止し、代わりとして自宅国別式が行われるようになった。戦後の高度成長期には、地方でも国別式を組み入れた葬儀の簡素化が浸透した。二十世紀末より葬儀にの一切が自宅から、 専用葬儀場へと移行するようになると、や葬儀、国別式の区分は理解されにくくなった。一般的には、やの後、葬儀の後、出棺の前に取り行われる。秋田市などの東北地方、九州地方の一部地域では、骨葬として仮葬が先になるところもある。骨葬が一般的でない地域でも、遺体の損傷や腐敗が激しい場合、死因は、 感染症のために、通常の方法では参列者が感染するリスクがある場合、亡くなった場所から遠く離れた場所で葬儀を行う場合などやむを得ない事情で、骨葬が行われる場合がある。宗教儀礼である葬儀では、僧侶が主導するのに対し、告別式は、母主が主導する。行われる内容としては、告示や、超過の朗読や、朝電の披露を、 参列者による個人への告別などが行われる。通夜の参列者が遺族が中心であるのに対し、個人からの社会に対する別れの挨拶であるため、個人の死を悼むものであれば、誰でも参列してよい。喪服や喪服に準じる服装を着用することが慣例とされ、華敏な服装や光物などとも呼ばれる、送信具、派手な微笑はタブーとする。しかしながら、 模服ではなく、平服にておいでいただきたくと断る事例もある。種別や葬儀とは異なる意味で、個人葬別の式、離任式も、大意では、告別式とされるが、定義が残るのみであり、一般には用いられない。説明が丁寧な斎場では、葬儀並びに告別式を取り行うと、アナウンスされる、村上京。ただし、中江町民の首都葬儀最初の告別式と、 生の最終表現としての葬儀。ハット ABC 山田信也、国立歴史民族博物館。儀礼の変容。創創空間の変化と。通夜。国別式の儀礼化。変容する死の文化。現代東アジアの創創と。母性東京大学出版会 2014.ISBN9 兆7841億3千1 0万4111。ピアニッシモ。39から41。 50から51ありがとうございます。